はい、やってきました。ちょっと鉄道の旅ということでね、出たのがここですね。ボケるかな。あ、ボケるな。ボケない。チョンノサンガっていうとこ出まして、今このマチョンっていうところにいます。5号線の終点ですね。はい、ちょっと外出てみたいと思います。はっきり言って何の目的もありませんけど、行ってみたいと思います。何があるんでしょうね、マチョン。なんかマチョンが終点で、電車に数名寝ておられるお客さんがいたんですけどね、そのまま持っていかれましたね。あれどうなるんでしょうね。一回ある意味怖いもの知らずやったらそのまま乗っていきたいね。車庫まで連れて行かれてそこで降ろされるんやろうか、ようわからないですけどね。はい、まあ、あがて何もなかったらそのまままたすぐ降りてきたいと思います。まあ、なんか美容院多いよね、ヘアね。あ、こっから降りれるな、後でこっから降りよ、次ね。焼肉屋日本、真空中空速なんか書いてますね。焼肉屋ないね、日本のね。はい、あ、ちょっと火が出てるとこへ来ると安心するよね。カンジャンプ、みかんのことをカンジャンプっていうのかな。薬局屋さんがあって、韓国の女性の人、綺麗な人多いんですけどね、みんな背高いんですよね。背が高い。これがなんか踊りっぽいな。はあ、なんかさっきもね、ちなみにお昼に出てきたんでね、ご飯食べてきたんで、ご飯って言ったらまた例のコンビニキンパですけど、朝飯はね、腹減るよね。腹が減ると、何もないかな。何にもなさそうやね。ちょっとマジはこの辺でやめとこう。やめて、ちょっとね、なんか地下鉄もいいんやけど、上の鉄道っていうんですか、要は地上の鉄道っていうのを見てみたらってね、なんかさっき地図見たら地上の鉄道っぽいところがあったんで、その駅まで今度ね行ってみようと思ってます。まあ今日はね寒いんでね、地上よりも地下の方がいいのかわからないですけど、ちょっとそういう旅で。一応地下はね、地下というか鉄道は韓国撮影が禁止というか、あんま良くないみたいなので、控えたいと思いますが、ちょっとメロディーだけで、ね、チャッチャッチャララチャッチャララっていうのだけ撮りたいなと思って、撮れたら撮りたいと思います。じゃあ、まずはちょっとまた下へ行きます。はい、ちょっとね、昼飯はラーメンとキンパを食べてます。
この端をねうまいこと使えないんですよね俺ね。まあもともと端を上手に使えないんであれなんですけど、うん、まずそう。カップ麺とは違うよねやっぱ。あんまねえよ。お食事中に言うのはあれなんですけど、結構ね、あんまあまあ体験する人はみんな体験すると思うんですけど、お尻穴痛いです。なんて言うとね、あのボールトイレ行きたいって言うと母親に喧嘩ないよって言うたから、まあゆっくり食べますわ。以上です。はい、スヒョン、スヒョンでしたっけ、スヒョンでしたっけ、ここまた言うとるなって感じだね。ここスヒョンって言っちゃうと思うんですけど、はい、ちょっと適当なこと言うてるとまた怖いんでね。スヒョンじゃないな、水西とかって、スソというとこですね。はい、の駅に来ました。やっぱ駅着いてね、やっぱ腹減ってるわと思ってね、ご飯食べました。はい、動画も撮りましたけど、何ですか、キンパと、卵ラーメンですね。はい、かわいらしい、かわいらしい高校生ね、キンパと卵ラーメン食べました。で、なんかね、あ、ちょっと量多いよなと思ってたら、なんかお持ち帰りをちょげよって言ってる人がいててね、持ち帰りやって、なんか俺もやってみようとか思ってね、ちょげよ言って、あ、行こう行こうって言ったら通じてお持ち帰りにしてくれました。はい、ここもやっぱその住宅多いですよね、さっきの。うわ、てか奥の方もそんな住宅ばっかりね。はいはい。ね、季節柄このね、映ってるこのイチョウのね、イチョウの木が落ち葉になってますのでね、それが綺麗だなって感じですね。っていうかね、さっき言ってるそのはどこかわからないんですよ、はっきり言って。僕は勝手に JR って言ってる駅で全く接続してないんですよね。わからんな、わからんっていうのと、おかしいって思うのでやめとくかな。適当な旅ですけどやめとこ、ちょっとね、やめとこ、なんかそんな感じで違うとこ行ってます。おー、そうなんか、ね、違うな、違うよな。でもあの地図にはくっついてたんですけどね。はい、まあ違うとこ行ってます。
はい、4号線ですね。地下降りました。神田やね。はい、野営神田。ハンガンですね、ハンガン。寒いな。ヤバそうなヘリコプター上に2機飛んでるしね。ヤバいっすよね。真っ暗やねあれ。ブラックヘリ。くー寒っ。一人でテンション上がってますけど、まあテンションも上がりますよね。でも寒っ。なんか向こうの駅まで歩いたら結構きついんやろうか。まあなんか橋と橋のすぐそばが駅でしたんでね。これどっちなんやろ、どっちが駅の駅っていうか歩く方って書いてんやろ。おお、ちなみにあれですね、パンドロールでしたっけ、よく似たもんが入ってますよね。真ん中ぐらい行ったら帰ろう。これ寒すぎるわ。ねえ、寒すぎる。あのタワーはなんないのね。方角で言うとあっちがねカンナムなんですよね。今映像が映ってる方向がカンナムなので、カンナムの方だと思うんですけど、そんな近くがカンナムじゃないんでね。まあ何かしらのタワーってやつなんでしょうね。閉塞は進行を表しています。カンナムや、じゃあカンナムじゃハンガーやね、ハンガー、ね、反対側の。すごいよねこの高層階のマンションもね。えすっげえ高い。戻ろうかな、向こう行っても何もなさそうやしね。じゃあ何も、なんかあるんやろうけど、ちょっときついわこの寒さはね。体がやばくなっちゃう。戻ります。まあハンガン来れたんでね、よかったんじゃないですか。これでねハンガン置きました。あの例の噴水の場所ではないですけどね、地下鉄4号線メトロの4号線のそばのハンガンに着きました。なんか最初はね終着駅ばっか行こうと思ってたけど、だんだんここっていう駅降りよう、ここっていう駅降りようとか言ってね、今日は一日そんなことばっかやっていろいろと、はい、そこで何かを探したりしてます。贅沢な旅ですね。はい、贅沢な旅を